こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は未経験から翻訳者を目指す方が陥りがちな3つのつまずきポイントについてお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、未経験から翻訳者を目指す際にですね、どういうところでつまずきがちかというのが大体お分かりいただけると思いますので、よろしければ最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。さて、今回はですね、未経験から翻訳者を目指す方がつまずきがちなポイントというのが3つありますので、こちらをご紹介したいと思います。つまずきポイント1点目、英語力とか翻訳力の不足を感じて自信がなくなった時、それから2つ目、なかなかトライアルが受けられない時、そして3つ目、トライアルに合格したんだけれども仕事がコンスタントに来ない時です。この3つについて深掘りしていきたいと思います。まず1点目、1点目はですね、英語力とか翻訳力の不足を感じて自信がなくなる時ですね。翻訳者になるというのはですね、長い道のりです。今まで私のチャンネルでも未経験から翻訳者になりたいっていう方を応援するためにですね、いくつも動画を作ってアップしているんですけれども、翻訳者になる方法っていうのは一つではなくて、いろんな方法があります。その中でも一番多くの方が辿られる道っていうのが、翻訳学校に行く前にまずは語学力を高めるための、例えば英語の力をつけたりとかする方が多いと思いますね。それが終わったら今度は翻訳力を高めるための学校に行って、それからさらにそれで力がついたら実務獲得に向けてトライアルを受け始めるという、そういった方が多いのではないかなと思います。そういうね、語学とかを勉強するっていうのはすごく時間がかかって、自分でどれだけ上達してるかっていうのがなかなか自分ではよくわからないということもありますし、やはり長い道のりで一生勉強というものなので、自分は力がついてるんだろうかっていうところでですね、不安になって、そのまま負のスパイラルに陥ってしまうという方もいらっしゃいます。そういうことはよくあるんですね。なぜかというと、語学力っていうのは一朝一夕に身につくものではないので、ずっとコンスタントに続けていかなければいけないものなんですけれども、一日一日には一歩ずつしか進めないのでですね、自分が何歩今まで歩いてきたかというのは測りにくいという、そういった側面があります。そんな時はですね、まず基礎をしっかり固めることをお勧めします。例えばですけれども、英語の勉強をしていらっしゃる方はですね、英語の文法書とかそういうのをね、勉強して1回で終えるのではなくて、2回か3回同じ本を勉強して基盤をしっかりと固めるということが非常に大切だと思います。使い慣れている本でいいんですけれども、使い慣れている本を2回か3回繰り返してやると、そんなに苦もなく問題が解けるようになり、そして何回か受けるうちに点数も上がってきたりとかします。これはですね、文法書とかじゃなくても、例えばトイックの攻略本であったりとか、テストの過去問とかであってもいいわけなんですけれども、何回か同じことをやっていると基盤もしっかりしてきて、しかも回答が早くなったりとか、そういうこともあります。それはまあテストでなくても練習問題でも何でもいいんですけれども、そういうことを繰り返しやっていて、基礎ができたなっていう自信ができてくると、基礎がよりどころになって、そこから積み上げていけるという基盤ができるので、それが自分の中で支えになってくれるというか、力になってくれると思います。ですので、自信がなくなった時はですね、まず基礎固めに戻る。で、基礎固めに戻って、基礎ができたかなって思ったらですね、そこを足場に今の自分よりもちょっとレベルの高いことをやってみる。ちょっと自分には難しいかなっていうレベルを負荷をかけてですね、そうしないとなかなか伸びないので、趣味の範囲でこうたらたら楽しくやっているというのですとなかなか伸びませんので、本当にプロの翻訳者になりたいという方はですね、ただ楽しいというだけではなくて、ちょっと苦しいぐらいの負荷をかけられるといいのではないかなと思います。もちろんずっとそういうことやってると疲れてしまうので、それだけではなくてですね、たまには例えばですけれども、楽しい映画を見て息抜きをするとか、楽しくする工夫ももちろん必要です。だから楽しい経験を織り交ぜながら、それからただちんたらやってるのではなくてですね、ちょっと今のレベルよりも負荷をかけるような気持ちで、ちょっと難しいレベルに常に挑戦し続けていくという姿勢を崩さないで行っていけると、そのまま上達していくのではないかなと思います。これが1点目ですね。
それから2点目はですね、なかなかトライアルを受けさせてもらえないというところで心が折れたりします。デビューを控えたというか勉強もしてきたので、そろそろ実務部でデビューしたいなって思われる方が最初にぶつかる壁というのが実務経験3年の壁です。これは何度も私の過去の動画でもお話をしてるんですけれども、多くの翻訳会社はトライアルを受ける条件として実務経験3年という条件を掲げています。この3年という壁をクリアしていないとなかなかトライアルを受けさせてもらえない。探しても探しても受けさせてもらえるところがないというふうになってくると、だんだん追い詰められたような気持ちになってしまってですね、いやいつになったらデビューできるんだろうとかね、でそういうふうにこう思い詰めてしまうと、たまにこう運よくトライアルを受けられる状況になってもですね、緊張しすぎて実力が発揮できず、そしてそれがたまたま不合格だったりとかするとですね、それでまた心が折れてしまって負のスパイラルに陥るということが起きたりします。ですのでそういう時はですね、気長に焦らずに自分に今できることにフォーカスするのがすごい大事だと思います。仮にですね、翻訳のトライアルを受けさせてもらえない状況であったとしても、これは他の動画でも話していることなんですけれども、ボランティアの案件を探すとか、あとそれから自分で例えばですけれども本を一冊翻訳してみるとか、自分でこういう実績を作りました、こういう経験をしましたということを後で記録に残しておけるような練習をするといいのではないかなと思います。で、トライアルというのも向き不向きがあるし、得意不得意な分野というのがあって、実力があるから必ず全部の試験に合格するというものでもないし、相性というのもあるのでですね、仮に合格しないということがあっても、自分の実力がないからだというふうに自分を責めてしまいがちなんですね、特に駆け出しの方は。ですけれども、自分を責めるのではなくてですね、もし不合格の結果になったとしても、ドーンと落ち込まずに、自分には何が足りないから不合格だったのか、そういう分析のためのデータをいただいたという気持ちで臨んで、あまり自分のことを不甲斐ないとかね、ダメだって思って、でそのまま這い上がれなくなってしまうと困りますので、そういった時こそ自分の味方になってですね、トライアルを受けさせてもらったら、それはまあ自分の腕試しであったので、合格であっても不合格であっても自分にとって次の一歩に進むデータが取れたというふうに思ってですね、受けさせていただいたところに感謝をしつつ、そしてそのトライアルを受けさせていただけない場合も、そういった場合はいろんな人たちにですね、トライアル未経験でも受けさせてくれるところがあったら教えてくださいって、まあいろんな方に声をかけておいてですね、種まきをしておく。仮に今すぐトライアルを受けさせてもらえない状況であっても、今の自分にできることはいくらでもありますので、そういった種まきをするとか、いろいろと今の自分に何ができるかということにフォーカスをしていかれるといいのではないかなと思います。それが2点目ですね。それから3点目はですね、トライアルに合格してからも仕事がコンスタントに来ないというところでつまずきを覚える方も結構いらっしゃいます。これは第1段階第2段階をクリアして、さらに3段階目ですね、トライアルにはようやく受けさせてもらえるようになって合格するようになってきたと。だけどなぜか合格をしたのになかなか仕事が来ないとか、合格をしてようやく仕事が来たと思ったんだけれども、それが続かずに一回仕事が来たと思ったらもう何ヶ月も仕事が来ないとかね、これでようやく仕事が安定するだろうと思っていたのにもかかわらず、パタッと仕事が途絶えてしまったりとか、でそういったところで食べていけるようになるまでに時間がかかりすぎてみたいな感じでつまずく方がいらっしゃいます。これはですね、実力があるないにかかわらず、それは仕事があるかないかということである場合が多いです。翻訳の出来が良かったから悪かったからというよりも、仕事がその時あるかないかというので声をかけていただけるかどうかが決まりますので、もし仕事が来ないことがあってもですね、それは何も自分の実力がないからとかそういう意味ではなくて、お客さん側に仕事がないからです。もう最初からコンスタントに仕事が来る、そして途切れずに仕事が来るようになる人っていうのはほとんどいません。まず最初はいろんなところに登録をして、単発の仕事を1つか2つもらい、また別のところから単発の仕事を1つか2つもらい、それを丁寧にこなして納品する、丁寧にこなして納品するというのを繰り返す。で、その間結構時間が空いてしまうということもよくあります。それは皆さんの実力とは何の関係もない、ただ単に先方に仕事があるかないかということですので、あまり個人的に取らずにですね、業界というのはそういうものなんだというふうに認識をしてですね、今の自分にできること、
今の自分にできることは先ほども言ったように種まきですので、今トライアルに合格をして仕事がいただける時期が仮にあったとしてもですね、それがいつまでも続くという保証もどこにもないわけです。例えば今私がコンスタントにお仕事をいただいている会社っていうのがありますけれども、その会社はですね、仕事が来るときはどーっと何ヶ月も来るんですけれども、大きな案件が終わるとパタッと声がかからなくなるということが今までに何度もあって、それで私ももう慣れてるんですけれども、最初のうちは結構なんで仕事急に来なくなっちゃったんだろうみたいな、それで心配するということが私もよくありました。今になって思うのは、それはその仕事の受注にも波があるということですね。その波というのはこちらでコントロールできるものではないので、そういった時に自分にできることというのは、いろんなところに種まきをしておいて、どの会社から仕事が来るかわからないので、いろいろなところにですね、自分の種をまいておく、そしてトライアルとか受けさせてもらえるのであればですね、トライアルを受けながらそれによって経験を積み勉強もさせていただくと、そうやって種まきをしつつ、そしてまた業界の情報収集もコンスタントに続けるといいと思いますね。どこから仕事っていうのは来るのか分かりませんので、求人情報とかそういうところじゃなくて、人づてに仕事が来るということも非常によくある業界ですので、でそういった場合はこう人脈作りに励んでおくというのも一つの方法ですね。例えば私の翻訳塾なんかでもいろんな方がお仕事を持ってきてくださるようになっていますので、そういった形でいろんな人と知り合いになって、今仕事を探してるんですよねみたいなことを断るごとに言っておくと、でそうすることによってですね、少しずつ仕事のスケジュールの隙間が埋まっていくようになります。でそして仮にすごいキューッと忙しくなるってこともあるんですけれども、それが一段落するとパタッとまた途切れて、でそしてどうなってんのかなって思ってるとまた来るみたいな、そういうこう波っていうのが分かってきますので、例えば8月は例年海外の会社なんかも夏休みに入るので仕事がスローになりがちとかね、そういったパターンとかも分かってくるとですね、だいぶあこういうもんかって思いながら乗り切れるようになると思いますので、そういうところを意識して過ごしていただけると良いのではないかなと思います。今回は未経験から翻訳者を目指す人が陥りがちな3つのつまずきについてお話ししました。翻訳者を目指していらっしゃる方っていうのは、在宅のお仕事である以上一人で悩みがちなんですね。それはよくわかるんですけれども、一人で悩まないで困った時があったら、例えば私にコメントいただくとか、同業の人たちにちょっと打診をしてどうしてるのって聞いてみるとか、いろんな方法があると思いますので、一人で悩まずにですね、何か問題があったら解決をしていっていただければと思います。今回は未経験から翻訳者を目指す方が陥りがちな3つのつまずきについてお話ししました。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.